のを巻いているものです。数は657個ついております。仏様の蘭仏っていうのは全部右巻きになっているそうですが、鎌倉の大仏様だけ左巻きだそうです。で、口を開いてないので見たことはないですが、歯は40個、下は体を覆うぐらい長いそうでございます。で、背中に明かり取りの窓がありまして、中も見られるようになってますが、中は別料金です。お一人20円ですから各自でお願いします。ではバスは先ほどの長谷寺の駐車場、お時間3時半、3時30分までに帰ってきてください。10分ぐらいかかりますから、遅くても10分前にはここ出てください。では、はい、長谷寺のバスでお待ちします。